皆さんこんばんは、いよいよ第7回の憲法調査会となりました。今日は東京大学の宍戸常寿先生をお迎えをいたしております。統治機構改革と憲法論議ということで、宍戸先生、ご存知の方がたくさんいらっしゃると思うんですけれども、もちろんお話をずっとお伺いしたいと思っていましたし、あとこのいつのジュリストかな、2014年なんでちょっと前のジュリストですけれども、ここに先生がテクストとしての憲法ではなく規範としての憲法を改正したいのであるあれば、憲法裁判所の設置こそ根底的な方策である、最もうんぬんかんぬんというふうに書いてありまして、やはりこれまでの7回6回の中でも憲法裁判所、要するにこう憲法の不文律を明文化してもそれがちゃんと守られているかどうかを判断する仕組みが必要だよねという文脈で、随分憲法裁判所の議論が出てきましたので、ここは宍戸先生に大きな視点でこの統治機構そして憲法裁判所ということでぜひお話をいただきたいということでお願いをしてご快諾をいただきました。今日は月曜日のこの90分間ということでいつもより少し凝縮した形でやりたいと思いますけれども、たくさんの方のご参加に感謝をしながら早速先生のお話を聞いていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。先生よろしくお願いいたします。ご紹介預かりました東京大学の宍戸でございます。ここから座って話をさせていただきます。お手元にスライドをですねコピーをハンドアウトをご用意しておりますし、投影もされると思いますけれども、今日は今山尾先生からお話ありました憲法裁判所の問題を含むその統治機構改革と憲法論議という題で少しなんていうかかなりレベル的に言いますと抽象的なレベルから個別具体的な話まで一通りさせていただければというふうに思います。で今本日の進行案をお示ししているかというふうに思いますけれども、ちょっと頭が雑なものでございますね。9つぐらいですね、論点を用意させていただいて、最初の方は少しまさに総論的なお話をさせていただき、具体的に統治機構改革とそれからですね、憲法論議の関係と、でさらに言いますとですね、憲法裁判所、それから最近起きているおそらくこの場ですと他に私よりも若い先生がいろいろお話しされたであろうようなデジタル化社会と憲法の話というものもついでに私からもさせていただければというふうに思っております。でそれでまずこちら立憲主義の概念について少しですね私がどういうふうに考えているかというところからお話をさせていただきたいというふうに思います。で一般に立憲主義という場合にですね、人権の保障し権力の分立分離を定めるということによって国家権力を制限の行使を制限するというところに立憲主義の力点と絡みしているのがあるんだというお話がですねされます。でこれは私もそうだというふうに当然思っているのですけれども、同時にこれは何か概念法学的に演繹的にそういう立憲主義っていうのであればこうだということが導かれるわけではなくて、かなり歴史的にはですね立憲主義という言葉は多義的に用いられてきました。でこれむしろ近代のですね市民革命以降の民主主義社会が発展していく中でその政治がうまくいくとあるいは暴走しないというためにどういうことが必要かということを言えば歴史的経験的に積み重ねてきた中でですねそのポイントがですねこういくつか浮かび上がってきたと、でそれらのパッケージを言えば立憲主義と呼んでいるということだと私は思っております。でその中に特に重要なのはやはり責任政治の観念でありまして、その権力を行使する人というのはちゃんと自分の権力というのをどうしてどういう方向で行使するのかということをきちんと説明すると、そしてそのことについて責任をいい意味でも悪い意味でも取るということであります。でそしてこの責任政治を確保する上で大変重要なのはこれ議会制度でございまして、国民の代表者が集まって代表者間で議論をすると、あるいは政府と代表者の間できちんと議論するということが重要であります。でまたですね、現代においては立憲主義はいわゆる法の支配、それからその背後にあるその個人の尊重の観念というものとこうですね結びつき、またそれを制度的に担保するのが後でお話に出てきます違憲審査制ということになります。
で今比較憲法的に、ですね、その国は立憲主義の国かどうかということをこうです、ね、見ようと思ったときに一番分かりやすい制度的なメルクマールはこれは違憲審査制があるかきちんと機能しているかどうかということになります。で、こちらのスライドですけれどもこのような立憲主義の多義性多様性というものを踏まえてやはりポイントとなるのは国家権力というものを制限するということはもちろん必要なのですけれども同時にそれをきちんと仕組むと構成するというところです。で特に現代の社会においては一人一人の個人が尊重されでしたがってそれぞれが多様な価値観であったり利益というものを持っているということが前提になっています。まあ、そういったですね、多様な国民の集合体として主権者である国民というのは存在するわけであります。で、まあ、ちょっと哲学的に言いますとこの一と他の関係というのをどうやって仕組むかとバラバラにならずきちんと統合された一つの意思決定ができると適正な運営ができるということと同時に一つ一つの個性とかをこう抹殺しないむしろ一人一人が生き生きと生きるということが全体にうまくいくように仕組むということが重要であるわけです。でそこでその国家権力というのは何か抜き身で裸で何か存在すると神様みたいにですね全能神的な主権者として何かいて国民というものが出てくれば何でも決着がつくということはこれはないのでありましてむしろその政治プロセスといいますか多様な意見や多様な利害というものが議論やですね、取引やいろんなことを重ねて修練していってで最後は例えば多数決で決着をつけるとでそしてそのことによって安定した政治運営ができるということが重要であります。で特に現代社会はどん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 ほっとけば複雑になり多様性が増していきまたその国というふうな政治単位というものが閉じておらずこれはグローバル化していっております。でそういった中でこれらを殺すのではなく生かしながらその社会を維持発展させるということが政治プロセスの任務でありそれをどういうふうに構成するかというのが立憲主義の下での憲法の課題であるだろうと私は思っております。でこれを憲法の側から見ますとその成熟した民主主義社会であるためにはその政治を担うという人、まあ、これはまず第一に今日先生方おられますが政治家それから公務員の方々はこれはお仕事として政治行政に関わる方であります。また企業や団体の活動の中には公益的なもの公共的なものというものがあり最近では公共市の連携ということが強く言われるようになっています。市民の公共的な活動と例えばこういう場で我々が例えば憲法について議論をするとあるいはネット上であるいは路上でいろいろな意見表明を行うとこういったようなものも広い意味で政治プロセスに我々は参加しているわけです。でこれらを適切に連関させると誰か特定の勢力の政治活動がそれが何かあたかも国全体であると公共的な事柄であるというふうにそれを選称すると選択するということはしないようにしつつ他方でそれぞれの表現であるとか政治的な活動というものが相互にどういう関係にあるのかと融合しているのかあるいは批判的に対抗するのかと、まあ、例えばそういったものを適切に組み合わせていってでその結果として政治的な意思決定が行われるとこれ統治であるわけですがこれを合理的なものにするとでそして最終的には政治プロセスを通じて現れる主権者である国民の名において正当化するとでそして同時に当たり前ですが限界づけるということが政治プロセスを構成する憲法のその意義であるというふうに私は考えています。でというのが、まあ、外側から見た憲法の意義であるわけですけれども具体的にその立憲主義の憲法はそれをどのようにして行っているかというのが2の政治の法としての憲法というところです。で憲法というのは何かこう非常にこう規範的でありがたいものだというふうなイメージを持つ方々あるいは逆に憲法なんていうのは何とでも言えるんだというふうなですね方々と両方いると思います。あり得ると両極にあると思いますが私はいずれも違っていて憲法というのは法であるとしかし同時にそれは政治を対象とする法であると政治の法であり、まあ、
ある意味では政治の所詮であると同時に、だからこそ政治を構成することができる、限界づけることができるんだと、そういうふうに政治と法の関係をダイナミックに捉えると、その交差点に憲法があるというふうに考えるべきではないかと私は思っております。で、憲法がいかにその政治プロセスを構成するかといいますと、人権を保障することを含めてその政治プロセスの目標と限界を設定すると同時に、これ我々自立した人間の集まりですので、これ人間同士がコミュニケーションを交わすことによって説得したり説得されたり対立したりということで、そのコミュニケーションが政治においては重要だと思っております。でそれを保障すると、例えば表現の自由を保障するというのが憲法の重要なポイントです。でただバラバラにコミュニケーションがあるのではなくて、そのコミュニケーションが太くなる場所を作っていると、それが代表機関としての国会であります。でそしてそこにおいて、先ほど責任政治ということを言いましたが、公職者の説明責任を確保し、でそれで最終的には国民から国会、国会から内閣行政各部、そして行政権の発動ということについて、正当化と責任の連鎖というものをきちんと確保するということがですね、憲法が行っている基本的なことであります。で日本国憲法について個々の条文の書きぶりについて、いろいろな議論というのは当然あるだろうというふうに思いますけども、基本的に立憲主義の憲法というのはこれらの要素を満たすことが重要であり、それは十分に満たしているんだろうと私は思っております。でその上で次のスライド、6枚目のスライドですけれども、このようにその政治プロセスを適切に規律すると、構成すると、そして限界づけるということが憲法の役割である以上、憲法は例えば明治憲法下にですね、帝国政府が言っていたような不満の大点ではこれはもともとありえないというふうに考えております。つまり我々の政治プロセスがですね、適切に回るためにその政治プロセスの中から憲法が生まれ、憲法が運用されていると。でそしてその政治プロセスがおかしくなりそうなときに、その憲法の解釈によって、あるいは憲法の具体化によってそれを阻む一方で、既存の憲法のルールにおいて政治プロセスを適切に規律できない、そこまで政治プロセスがダイナミックにいろいろ変わろうとしているというときに、その政治プロセスにおいてその憲法の中身を変える、中身の変え方はこれからお話しするようにいろいろありますが、それによって政治プロセスを新たな環境や状況に合わせて作り変えると、これは政治プロセスが自分で自分を言えば作り変えていくということであります。で憲法の運用や解釈、それから改正というのは、このような政治プロセスが絶えざる社会の変化に対応するための、これは自己修正のプロセスだというふうに私は考えております。で、その意味で繰り返しになりますが、憲法は不満の大点ではありえず、むしろ不満の大点であると、憲法はその役割を、立憲主義の下での役割を果たし得ないというふうに私は考えています。でもう一点重要なことは、これは何かこの後お話しする3、4でお話しすることに関わりますけれども、憲法の運用解釈とそれから憲法の改正というものをまるっきり別物と考えて、とにかく憲法を改正しようとかですね、とにかく運用解釈で対応しようというような議論が、改憲派、護憲派両方それぞれそういう傾きがあるわけですけれども、私はこれもともと人つながりのものだと。で運用解釈で対応できることをであれば運用解釈であればいいし、しかし改正で対応していいということもあるだろうと。でそれから運用解釈でできないことは改正するしかないだろうと、そういうふうに考えるものではないかというふうに思っております。でそのことを順番に、まず憲法10の改正ですね、日本国憲法という名称のその憲法10の改正というところに即してお話をしたいと思います。でまずその日本国憲法という憲法10はそれ単体でその政治プロセスの基本、国会であるとか内閣であるとか裁判所であるとか国民の政治的コミュニケーションの保障というものをやってはいますが、それ単体でその政治プロセスを規律し尽くすということは元よりできないわけであります。で明治憲法下においても、あるいは明治憲法下においては、できるだけ憲法に何もできるだけ書かないと、できるだけ法律などに譲るというですね、方針で作られたものであり、日本国憲法も基本的にそのスタイルを踏襲しているわけですけれども、
でそうであるところで本来憲法で広い意味で憲法で定めることが望まれるような政治プロセスのあり方について定めるルール、まあ、これを憲法という名前がついていなくても例えば国会法とか公職選挙法のように実際には憲法に等しい内容あるいは憲法で定めてもいいような内容を定めているという意味で実質的意義の憲法というふうに呼んでおります。で明治憲法下ではこれらは憲法附属法とか附属法令という言い方で、ですね、あの憲法と明治憲法と一体的に作られまた明治憲法の番人と呼ばれた枢密院において必ず批准を受けなければ改正できないというような仕組みになっていました。日本国憲法下ではそのような制度的な憲法附属法というふうな概念は法令上はないわけですけれども実際に日本国憲法を作るときには同時並行でこれら国会法や公職選挙法や内閣法などはいろいろ作られたわけでありまた憲法が施行されるときにほぼ同時すべてのルールがですね同時に施行されるということになっています。で実際にその憲法のですね日本国憲法の制定過程などを見ますとこれらのルールの中でいろいろ憲法で定められるべきことを定めるとあるいは憲法のこの条文の意味は国会法でこういうふうに決めるとかいったようなことが全体としてこう一体となってですね作業が進んでいたわけであります。でこのような憲法附属法がですね、1990年代以降ですね、まあ、いわゆる橋本行革以降のですね、一連の統治機構改革において大幅にですね、改正されることになりました、まあ、それは、まあ、あの公職選挙法もその前ですね政治家1990年代前半のですね選挙制度改革がまずありますしその後橋本行革がありあるいは司法制度改革がありそれから地方分権改革もあるということによってその憲法10の字面は変わらないわけですけれども政治プロセスのあり方としたがって憲法の運用というのは根本的に変わっているわけであります。でこのように他の国例えばドイツのように憲法にとにかく細かくいろんなことを書き込むと連邦と州の関係について細かく書き込みしたがって例えばコロナ対策をしなきゃいけないと州ではなくて連邦がものを決めるんだという時になると必ず憲法改正が必要になるということで何十回も憲法改正している国とこれ日本国憲法のように憲法典にあまり書かずその憲法附属法に多くを委ねている国というのとでは状況が異なるわけであります。でそして繰り返しになりますが90年代の統治機構改革というのはこの憲法附属法を変えることによって例えばドイツや他の国であれば憲法10の改正に等しい作業がなされたということになります。でこれは京都大学の名誉教授の大石誠先生が憲法附属法による憲法改革という言い方で説明されたことであり、まあ、なんか私もそういう見方が適切であるだろうというふうに思っております。でそうだといたしますと逆の疑問が湧いてくるわけです。憲法10日本国憲法を改正しなくても政治プロセスっていくらでも組み替えられるんだからことさらに憲法10の改正をする必要ってないんじゃないかと、まあ、こういったような疑問でありますが私はそうではなくてやはり憲法10を変えなければできないこと憲法10を変えるということによって初めてできるふさわしい事柄というのはあるだろうというふうに思っております。でそれは一体どこにあるのかというと日本国憲法の改正手続きがそれを示しているだろうと思います。まあ、この連続講義ですでにいろいろ議論があると思いますので細かいことを省きますけれども要するに日本国憲法では衆参両院の特別多数で憲法改正を発議しそれを国民投票において決着をつけるということをですね定めています。でこれが意味しているのは普通の法律あるいは憲法附属法については我々の代表者今日おいでの国会議員の先生方が議論して変えるとそうやって政治プロセスを自己修正していくということが代表者に基本的に委ねられているのに対して憲法10の改正はそうではないというところにポイントがあるわけですね。その政治プロセスを通常担っておられる国会議員の先生方がそれも通常の多数ではなく3分の2の特別多数でこういうふうに変えたいんですけれどもいかがですかというふうに国民に相談して決めてもらうということであるというのは
これが本来やるべきことというのは、その国民と代表者、あるいは国民と公職者からなる政府の間の基本的な関係を変える変えないと、これが憲法典を変えると変えないというときに一番本来的に来る論点だというふうに私は思っております。でもう一点、この観点関係でその1個へのポイントですけれども、日本国憲法の憲法改正手続きは厳格すぎるかということについて一言お話をしておきたいと思います。でこれについてはですね、これも従来の改憲派の方、護憲派の方、いずれもそうだと思いますが、憲法改正の手続きというのが、憲法96条の手続きというのは、あれは厳しすぎると、あるいは厳しいんだと、だから憲法というのは他の法律より尊いんだというふうな議論があったように思いますが、私は必ずしもそうでないというふうに思っております。というのは、憲法上は衆参の特別多数で発議できるわけですが、しかしその衆議院参議院がどうやって構成されるかということを憲法は定めていないわけです、ね、私は本来後でお話ししますが、両議員、衆議院参議院というのはどういうふうに構成されるべきかということについては、憲法上一定の決めがあった方がいいんじゃないかというふうに憲法政策的には思う立場ですけれども、裏を返して言いますと、日本国憲法上は、もちろん一人一票の原則とか、いろいろ憲法解釈上出てくる、あるいは当然の原理原則というのがあると思いますけれども、それを満たした範囲内であれば、衆議院の選挙制度、参議院の選挙制度というのも国会ご自身が法律で作ることができるわけですね。ですから、例えば衆議院について小選挙区部分をずっと増していくと、あるいは完全小選挙区制にするということによって、衆議院で3分の2を構成するということは憲法上比較的簡単にできるわけです。でそうやって考えてみると、実は日本国憲法それ自体としては、それほど憲法改正手続きというものについて、もちろん通常の立法よりは厳しい手続きでなければいけないということは書いてあるわけですが、それが異様に厳格かと言われるとそうではないわけです。逆に例えば衆議院の選挙制度について完全比例代表制を取っているとすれば、おそらく衆議院で3分の2どころか過半数のですね、一つの政党が過半数を取るということもおそらく困難でしょうね。で、そういう選挙制度を取ることも日本国憲法の下でできるわけです。で、したがって日本国憲法の改正手続きが厳格かどうかというのは、これは憲法典の字面だけ見ていて決まることではなくて、むしろ例えば国会法であるとか公職選挙法であるとか、先ほどから私がお話ししている憲法付属法を見ないでそういう議論はそもそもできないということの、これは証左だろうと私は思っております。で、若干脇道で見えとるわけでしまいましたが、次にその憲法典を変えないでやることというのが、この憲法の運用解釈という論点であります。で、繰り返しになりますが、憲法も法規範の一つであります。で、したがって憲法を作った、あるいは憲法を改正した人がどう思っていたとしても、結局それを解釈後の人が、例えば憲法を書いた人自身が後にそれを解釈して運用するという時に、自分で解釈によって思っているのとの違うような運用をするとかですね、あるいは別の次の世代の人が違う解釈をするとか、あるいは法律によって憲法の内容を具体化して実施するといったような後の運用解釈というものから逃れることはできません。これは法規範のおよそ宿命であります。で、憲法の運用解釈に関わる主体というのは、そこにずっと書きましたが、国家機関、国会、政府、裁判所だけではなくて、広い意味での法律家であったり世論や国民というのも憲法の運用解釈の、これは当然担い手であります。で、このようなその憲法の運用解釈を考える上で重要なのは、その憲法典の中にはその異なる性格の条文が含まれているということです。で、ここでは大きく3つだけ類型化してありますけれども、本当はもっとこんな雑把ではいけないのかもしれませんが、ひとまずは基本原理に関わる部分、国民主権や平和主義の部分、それから基本的人権の尊重と、それから統治機構の部分というふうに、3つに分けて、簡単に概要をご説明したいというふうに思います。で、第一に国民主権や平和主義といった基本原理の部分というのは法規範であると同時に、でしたがって一定の法律や施策がこれらに違反すると
いうことが言える場合があると同時に、まあ、どちらかといえば政治的宣言であったり国家目標と政治プロセスが向かっていくべき目標を提示するというような性格を持っております。でここではその非常に議論がふんわりしている概念をめぐるということで、まあ、イデオロギー化しやすいわけですね。でそれを裁判所において、ですね、特定の意味内容だというふうに確定してだからこの法律が違憲だ合憲だと言える場合というのはもともと限られていると、あるいはそもそもそれを法律家に任せることがいいかどうかというようなものだったり、まあ、国民意識な憲法教育というようなことと の中で それぞれの言葉の意味というものが時代を通じて健全に変わっていくということが、まあ、望ましいような規定であります。でもう一点、これらの基本原理規定に安易に手を入れるということは要するに国民の憲法意識もそうですけれども、その対外的に何を目指そうとしているのかというふうな、その日本がこれまでアメリカであれ近隣諸国であれ国連に対してであれ送ってきたメッセージというものに手を触れるという意味合いをどうしても持たざるを得ないわけであります。でこれらについて、まあ、特に憲法改正論議の場合にこの基本原理の部分になんとなく議論が集中しやすいのですけれども、そういった点に注意をした上でここは議論する必要があるだろうと思っております。で次に、表現の自由や生存権などの基本的人権に関する規定というのはこれは法規範として、例えばこれは表現の自由を侵害して違憲の法律ですというようなことは裁判所の判断に委ねるのが適切な領域ではありますが、同時に例えばどういう場合だったら表現の自由を侵害してアウトになるのかというようなことを憲法に事細かに書き切るということは非常に難しい分野であります。でその意味でその例えば人権と人権相互の利益考量であったり人権と他の利益との比較考量であったりということが避けられない、その意味で、まあ、原理原則原理的な性格というものが強い領域でもあります。でそうだとしますと、まあ、基本的人権を改正して新しい人権をどんどん書いていくというようなことももちろん意味があり得るわけですけれども、同時に書いても結局その意味は何なのかというのは後の解釈に委ねざるを得ないところが大きいと、あるいはある法律がその既存の人権規定新しい人権規定との関係で、許されるのか許されないのかというのは結局のところ個別的な比較考慮をしないと決まらないというところで、まあ、そこは裁判所に委ねる、あるいは状況状況を踏まえて法律によって具体化するということに委ねる、あるいはそこで最終的にものを決めることを前提にして憲法を改正するしないということを議論するというようなですね、まあ、あの視野というものが必要になります。で最後に統治機構は、これは例えば民間企業で言いますと会社法の機関に関する規定と同じでありまして、例えばですね、そのどういう場合にこの機関が成立するか、あるいはどういう場合に機関が消滅するかというようなことについては、これは一義的に定めておく必要があるものです。そうでないと意思決定ができないということになりますので、これはその意味では普通のいわば法律の規定にかなり近い性格があると、迅速的な性格が強いということができます。で言い換えますと、これは解釈の余地がもともと狭いのが統治機構の領域の特色であり、そうでなければ統治機構の憲法規定としての意味をなさないわけであります。でただし日本で その憲法の運用ということについて言いますと、この違憲審査制が事実上機能し統治機構について機能していないとなればこそ解釈や実務がこれまで重要だったということになります。で以下統治機構にフォーカスしてお話をしたいと思いますが、統治機構に関する憲法改正論議の中で、いくつか論点が4つぐらい目立った最近で目立ったものとしてあろうかと思います。で第一はですね、一票の格差あるいは特に参議院の都道府県選挙区制について取られている合区の問題を解消するような憲法改正ができないかというような議論であります。でこれはですね、あんまり評判良くないような気もするのですけど、私から見ると本来憲法論議の本丸に据えられるべきものではないかというふうに思っております。それは政治プロセスの中心となる国会をどうやって構成するか、とりわけ立法プロセスを構成するときに地方の意思と、まあ、あえてふんわりと地方という言い方をしますが、それがどこまで参酌されるべきかどうかというふうなことに関わっている。でしたがって国民と代表者
の基本的な関係をどうするかということにこの問題がかかっているからであります。でしかしそうだとしますと、単に合区解消する、例えば参議院について都道府県から必ず議員1人送り込めるようにしましょうと、1回の選挙ですね、ということでこれ済まないのでありまして、それは参議院が今のような憲法改正をするということは本来的には地方の意見を代表すると、その意味で地方の府としての機能を持つということが前提であるからこそ、その地方の必ず代表者というものを参議院にいなければいけないということになっているはずであります。でそうであるとすれば、これはそういうふうに単に都道府県から1人ずつ代表が出るようにと、例えばですが、そういう憲法改正だけでは本来守備一貫しなくて、参議院が例えば地方制度に関しては衆議院に対して今よりも強い、例えば拒否権的な権限を持つとかです。でその代わり全国民に関わるような決定については参議院の権限はもう少し後退させるとかですね、そういった国会の意思決定手続きの見直し、こういうとセットで議論しないと話としてはおかしいのではないかと、まあ、そういうふうに考えた上で、つまり繰り返しになりますが、政治プロセスをどう仕組むかということがまず最初にあって、その中で必要だということになれば、その参議院について都道府県代表制的なですね、憲法改正をすればいいと。でそういうふうに考えないのであれば、そんなことを入れるのはおかしいと、まあ、こういうふうに考えるべきだろうと思っております。で残り2つはですね、まあ、とりわけ安倍政権下でいろいろ議論になった点ですけれども、臨時会の召集であったり衆議院の解散をめぐる問題でございます。でこれについてはですね、例えば臨時国会については憲法典上はとにかく一定数の国会議員から要求があったら、これは臨時国会召集しなきゃいけないということで、憲法典上の字面はいわば明確であるわけです。ただ実際にそれが何を意味するのかという問題と、言い換えればその運用についての争いというものがあり、でしたがって先ほど山本先生がおっしゃっていただいたことに関わりますが、憲法規定に政府の行動が遵守従っているのか、それとも違反しているのか、これを判断する仕組みがないと、結局これらの規定が明確であっても結局空文化するということになるわけであります。でそれから衆議院の解散を制限した方がいいんじゃないかというような憲法改正論議もあります。でこれについては私もアンビバレントなところがございまして、一つにはですね、そのやっぱり国民に対して議員を選ぶという形で裁定を求めるということは民主主義国家において極めて重要なことだというふうに思っております。なんか個々のトピック、政策ごとの国民投票よりは、解散によって政治プロセスを担う代表者と政策をセットで問うということの方が、代表性を取る憲法の下では私は一般的にはいいだろうというふうに思っております。ただ他方で一般に国政選挙が多すぎると、政治プロセスが中長期の視点というのを失って、短期的なことに利害に、あるいは短期的な論点、政策の政党間の対立というものに足を取られすぎるというような懸念があります。でそうやって考えると、一方で選挙の回数を合理的に制限すると、これは衆議院参議院通して例えば3年に1回必ずやるようにするとかですね、いろんなやり方あると思いますが、同時に長いこと選挙がないということによって、その選挙で選ばれた国会ないし多数派の権力の乱用を防ぐということとセットで、もし他に手がないのであれば衆議院の解散というものについて、ですね、制限を課すとかですね、あるいはむしろ議員の任期を制限するとか、いったようなことを考えるべきだろうというふうに思っております。で今の話の流れで、憲法裁判所の問題についても、若干お話をしたいと思いますが、いささかテクニカルな論点を含むこともありますので、ですね、まずここではざっくりとしたお話の仕方にさせていただきたいと思います。でつまり、先ほどですね、違憲審査制が取っていると、違憲審査制を機能しているかどうかということが、その国の憲法が立憲主義かどうかのメルクマールになっているというお話をしましたが、その違憲審査制のあり方についてはアメリカや日本のような司法裁判所型と、そのドイツあるいはフランスなどで取られている憲法裁判所型で、そして
司法裁判所だとダメで憲法裁判所がいいんじゃないかとかですね、あるいは憲法裁判所っていうのは上から憲法価値を押し付けることになりはしないかとかですね、まあ、いろいろな大雑把なこの図式の下で議論してきたわけですけれども、現在ではこれ比較憲法的に見るとこの状況というのはだいぶ相対化しているだろうというふうに思います。つまり司法裁判所でも憲法裁判所的な運用をして高いパフォーマンスを示しているところもあれば、まあ、憲法裁判所でも事実上ですね、あの政府のですね、まあ、いわばこうしもべみたいになっちゃってるところもあるわけですね。で、そうやって考えてみますと、これはあの先ほどからお話していることといつも同じになっちゃうんですが、日本の憲法運用の現状で何にどこに課題があって、それをクリアするためにどういうことが必要なのかということを考えていった上で、ここが課題だと、でそしてそれを乗り越えるためには憲法改正が必要で憲法裁判所を取ったらいいということであれば、それをすればいいということになると私は思っております。ということで、ざっとこれ論点を書き出してみるとこんな図になってですね、あのこれ細かい説明はちょっとやり始めるとあのロースクールのなんかこう憲法訴訟の授業になってしまうので、省略をいたしますが、その誰が担うかという問題だけではなくて、どういう手続きなのかとか、そもそも国民であったり国家機関であったりがこれが憲法違反だと言って争える、その憲法の中身次第というところもあるわけですね。例えばですね、どういう例でもいいですが、例えばプライバシーというものが憲法で保障されていると、今我々の国では日本では解釈上保障されていると思っているわけですが、そういうのが保障されてないんだという国であれば、憲法裁判所があってもプライバシーとかデータの問題について裁判所で争うことはできないわけです。で、逆にプライバシー権が憲法上明記される、あるいは解釈上確立しているのであれば、それは憲法裁判所であろうがなかろうがかかわらず司法の判断というのを受けることができるわけですね。それから憲法裁判所であれ司法裁判所であれ、裁判所がどこまで真面目に意見審査をするかという問題があり、またその手続きにおいてですね、当事者間だけの争いなのか、広く例えば政府の意見だったり世の中全体の意見というのが来るのかといった問題もあります。それから日本の意見審査制があんまりうまく機能してこなかったと言われる最大の要因は、どちらかというと裁判所としてこれが違憲だと判断しても、それが具体的な事件の解決、当事者の救済につながらないとか、一義的な救済を裁判所として言えないので裁量論で逃げて合憲って言っちゃうとかいうふう、あるいはあの立法府に何とかしてねというふうに突っ返すと、まあ、婚外子の法廷分相続分差別事件なんか典型的にそうだったわけですね。そういった救済に関する権限というものを裁判所にどこまで与えるかということも整理しておかなければ、あの憲法裁判所を作っても実際には機能しないと思います。それからあのグローバル化したですね、あの立憲主義のコミュニティということで考えますと、これは国際的な人権保障とそれから憲法あるいは違憲審査制の関係というのも常に考えておかなければいけないところであります。で、まあ、これが右側の軸でありまして、今度縦の軸で言いますと、現行の訴訟制度の中でできるんじゃないかと、まあ、現行のこれはあの例えば裁判所法を根幹を崩さずに少し手入れをするとかいうことや、裁判所自身が解釈運用を変えればできるんじゃないかということもあれば、根本的に例えば憲法裁判所法のような法律を作るとか、裁判所法の立て付けを大きく変えるということがなければできないことと、それからまあ憲法改正をしないとできないだろうということを、こういうふうにあのこれはあのもちろん人によって憲法解釈によってこれはあの出入りがあり得るわけですけれども、あの整理してみるとですね、こういった図になるんだろうというふうに思います。で、例えばですが、あの審査対象というところであの新しい人権の話は先ほどしましたけれども、例えばあの人権の制限が違憲か合憲かということについて言いますと、あの例えば人権法のような法律を基本法を作ってですね、基本的には人権制限は公益のために必要最小限度じゃなきゃいけないというふうに法律で1本書くだけで、実際の裁判所のとりわけ行政処分のによる人権侵害あるいは司法手続きにおける人権侵害の審査のあり方ってぐっと私変わると思うんです。で、あるいはですが、ですね、憲法裁判所のを作るというときに申しますと、ちょっと1個戻るのですけれども、あの私が勉強した範囲ではドイツの憲法裁判所というのがどうしてあの、まあ、なんていうか機能しているというか、まあ、人によっては機能しすぎているというふうにもう言えるぐらいですね、強いのかと。例えば EU におけるですね、その財政の安定化ということについてドイツ政府がですね、国費を支出できるかどうかということについて憲法裁判所がうんと言わないとそれができないとかですね、
というぐらいにまで強いのかというと、それはですね、法律の合憲性を独立に審査できる、いわゆる抽象的規範審査があるからではなくて、あるいはそもそも抽象的規範審査ができる前提として、国家機関の間、例えば衆議院と参議院と、あるいは衆議院と政府と間で憲法の条項、それも統治機構に関わる条項の解釈運用というものについて最終的に争いがあったときに決着をつけると、まあ、これを憲法争議というふうに呼びますけれども、それを裁くことができるという権限を持っているからですね。で、これがあるということが、要するに政治の方、国家機関同士の、あるいはまあここでの国家機関って広く政党を含む場合もありますけれども、その間の憲法上の権限関係というものについて裁判所が解釈をして、どっちの言ってることに理があるというふうな判断を示したり、あるいは妥協を何らかの形で促したりするというふうな、その政治的な問題について憲法の観点から解釈して判断して決着をつけるという正当性がドイツの憲法裁判所にもともとあるわけです。なればこそ、その法律を独立に違憲というと、具体的な事件から入って違憲というということも、いわば織り込み済みということになるわけだろうと思っております。で、日本においてはそもそもこのように高度に政治的な問題であれば、それが憲法の解釈であっても裁判所は判断しないというかの有名な統治機構論、あと統治行為論という解釈があり、もうすでにこれがある段階で、なんていうんですか、裁判所の違憲審査権の発動というものが関連世界のレベルで足かせがはめられているわけですね。で、私は憲法裁判所を作ることによって統治行為論が払拭できるというのであれば作ると、まあ、いやいやオーバーキルのような気もしますが、ということでもいいような気もしますし、しかしそもそもやっぱり統治行為論が本質的な問題であるだろうと、決めれば我々の政治と法の関係というものの理解がそもそもあやふやなところで何を言ってもダメかなというふうに思いますし、逆に言うと憲法裁判所の議論することによってその問題が修練するのであれば大いに議論すべきだろうというふうに私は思っているということになります。で、いやいや予定より時間が押しておりますので先に進みますが、憲法裁判所の先でですね、憲法論議の次のステージというところでお話をしたかったのは、今後の、まあ、おそらく21世紀のそのデジタル化が進む、あるいはグローバリズムと、それからですね、少子高齢化、あるいは人口減少などが進むという日本において、まあ、政治プロセスは今までよりもさらなる変動を迎えるはずであり、なればこそ憲法論議が必要であるだろうということであります。で、こちらで、ですね、お示しをしているのはグローバルとローカルというところで、まあ、これ特に日本において、まあ、課題先進国ということで先鋭的に現れているところですけれども、まあ、特に日本の場合には主権国家の建前に非常にみんながですね、これはいわゆる保守も革新もなんとなくですね、真面目にこう文字通り受け取るところがある結果として何が起きるかというと、その頭の先からこうですね、足のつま先までのっぺりと同じ密度でその統治権というものが及ぶと、で、そうでないと何かおかしいことがあるというようなイメージというものが何となくつきまとっているわけですけれども、その、まあ、例えばいろいろなところで沖縄問題もそうですし、特区の問題とかもそうですし、あるいは最近のデジタル化でいわれるスーパーシティの問題もそうですけれども、むしろその国家の統治作用というのに濃淡が出てくるということがですね、もう現実にはあるわけですけれども、それを観念上も正面から認めると、本来あるべきところに厚く統治作用が及ぶと、で、そうでないところは例えば地方に任せるとかですね、あるいは民間に任せるとか、いろんなことを考えていかなければいけないということが第一です。で、第二はですね、スライドでいうと16枚目ですけれども、このデジタル化が進むという中で、その統治と、あるいはその統治によって生まれる政治プロセスというののあり方というのが、まあ、根本的に変わってくるというところです。まあ、このあたりは山本達彦先生とかがいろいろルールをお話しされたと思いますけれども、ここでは統治のリソースということで言いますと、権力法だけではなくて、その誰がそれを動かすのかという主体や人、それから何度も私は政治はコミュニケーションだと申し上げていますが、コミュニケーションのありようと、それから資本金の問題ということについて、これも小論いたしませんが、デジタル化によって、まあ、非常に大きく変わってくるということが、ございます。で、これについてはちょっと時間の関係上この図だけご紹介で省略をいたします。
出ちゃってますけれども、その次のスライドでいうと17枚目ですね。でこのようなデジタル化によるですね、政治社会の変容が、まあ、いわばテクノロジー優位で人間不在にならないようにということで掲げられている、まあ、国際的なスローガンがいわゆるソサイティ 5.0 ということになります。で、まあ、ここではサイバー空間とフィジカル空間が高度に融合していくわけですけれども、それはなんか強いものがますます強くなるとかいう社会ではなくて、ますますその多様な個人の生き方というものを認めると、包摂していくと。でそして経済的にも環境的にも、まあ、持続可能な社会であるということが目指されて、ソサイティ 5.0 ということが言われているわけです。でそしてこのソサイティ 5.0 というのは、その個人の尊重であるとか法の支配であるとか基本的人権とかいった立憲主義の諸要素というものと、まあ、いわばこうですね、連続的な、まあ、これまでの人類社会が政治社会を運営する上で必要だと思ってきたエッセンスというものを維持して、むしろ発展させる方向で議論していかなければいけないというふうに考えられるようになっています。でこちらでお示しするのは、何でも EU が偉いという趣旨ではございませんが、例えばですね、EU においてはですね、この3月に人権と民主主義に関する EU 行動計画というものを掲げています。でその中の行動方針の一つとして、新しいテクノロジーというものを生かしていくんだと。でデジタルテクノロジーは人間中心でなければいけないのだと。でそれは人権と民主主義の保護と促進に重大な貢献を成し得るけれども、逆に侵害や乱用のリスクも増すというところもあるので、まあ、キャパシティビルディング、あるいはその AI を含むデジタルテクノロジーを利用した人権あるいは民主主義の促進という方向で、きちんとした議論を EU 全体でして、加盟国あるいは EU の外のですね、日本を含む国際社会に EU として働きかけていくというような、まあ、大きな目標を掲げているところです。やっぱりこれぐらいの大きな目標があって、じゃあ日本の憲法を今どうしましょうかという議論がやっぱりあってしかるべきなのかなというふうに思っております。でそれで統治機構改革 2.0 としての憲法論議というところでもうすぐ終わりますけれども、90年代に実施されたその統治機構改革によって、我々の政治プロセスはその憲法付属法による憲法改革ですけれども大きく変わりましたが、この先にこれから来るデジタル化による大きな社会の変容と、でそしてそれに合わせた政治プロセスの守るべきところは今までよりも強く守る、で逆にいろんなことは、例えばテクノロジーならテクノロジー、民間なら民間に委ねるということを、まあ、やっていくというための統治機構改革が必要だろうというふうに思います。でそれが、まあ、いわゆる統治機構改革 2.0 であり、その中で憲法改正が必要な部分は憲法改正を議論するということになるのが望ましいのではないかと思っております。まあ、ここには立法、国会の問題、それから地方の問題、司法の問題、いろいろ挙げてありますが、まあ、大体今までお話したところに重なってますが、特に1点だけ申し上げておきたいのは、これだけ大きなですね、社会の変化に対して個別の法律や個別の政策で対応するということは実際には不可能で、1個大きな計画、まあ、例えば骨太の方針であったりデジタルガバメント実施計画であったりとか、まあ、そういった大きな計画を政府が立てて、それに合わせて法律を作り直したり、新しい法律を作ったり、法律の運用を変えたりして、それで対応しようとしているわけです。で逆に言うと、この計画というものをどういうふうに政府が作り、また代表者の皆さんが国会で議論するのかと、でそこで変なことになってないかとか、広い国民の民意というものをそこに注入していって、より良い計画をするとかですね、そういったことが非常に重要に私はなってきているというふうに思います。計画は政府がですね、ガバンすると執政を行うというために極めて重要であると同時に、そこで多くのことが決まれば、それに従っていわゆる政府提出法案というのはどんどん出てくるということで、国会の活動というのもそれに追われるわけですね。でその意味で、このような計画権力をどのように正面から位置づけ、また統制するかということが本来憲法論議の重要な課題だろうと思っております。でここには PHP の統治機構研究会の報告書で、まあ、そういうこういう議論、この研究会で議論しながらそういうことを考えたわけで私はありますけれども、これは興味のある方はぜひご覧をいただければと思います。ですいません、時間を超過してません。最後ですが、有意義な憲法論議のためにということです。どうしても憲法改正をするしないという議論になると、変える側はバラ色のことを言うわけですね。変えることによってこんないいことが起きるとか、あるいは変えても何も問題、今より悪くなるということは決してありませんとかいうふうに言い、変え
させないという側はこれは不満に書いてあるだろう、だからこれ改正したらすごい悪いことが起きるんだというようなことを言ったりですね、いろいろなことが起きるわけです。でそれは当然政治的なプロセスの中でそういう議論があるのは当然なんですけれども、ちゃんと議論していって何が具体的に変わるのか、あるいは憲法典の字面を変えないということによって何が変わらないのか、あるいは何を失うのかといったような問題ですね、そういったことについてちゃんと議論して詰めるという作業が必要だろうと思います。でそれは今日の話との関係で言えば、どこからが運用や解釈に委ねられるのかということを両側がきちんと明らかにすると。でそうでないと仮に発議されて国民投票になったとしても国民が何に対して賛成し何に対して反対しているのかこれ分からないからですね。でこれは繰り返しになりますが、憲法を変えようという側だけでなくて憲法を変えるべきでないという側も同じであります。具体的な提案に対してこれを変えないということはどのような現状を維持すべきだということを言っているのかということをしっかり明らかにするべきだろうと思います。で、それで憲法改正論議をなんかですねこう単純化したり図式化したりということがないようにということで、メディアやシンクタンク、先ほどの PHP の研究会もそうですし、Yahoo で5回ぐらい何回か開かれた議論や、ですね、日本記者クラブでも連続講演会を開いたことがございますけれども、こういう単純化図式化を乗り換える議論というのが何よりも運用も含めて憲法をより良くしていくということにつながるだろうというふうに私は思っております。駆け足で時間を超過しましたが、私からのプレゼンテーションは以上でございます。ご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。いやまさに骨太の統治機構の憲法論議の考え方を教えていただいたと思いますけれども、私も今メモしていてたくさん聞きたいことがあるんですが、おそらく皆さんもたくさんあると思いますので、まずは皆さんの方からご質問いただければと思います。どうぞ遠慮なく、はい、手を挙げていただければと思います。はい、じゃあ順番に、このお二方から、はい、合わせてお伺いをしましょうか。はい、お願いします。今日は貴重なお話ありがとうございました。私の方から2点ほど質問させていただきたい点がありまして、まず1点目がその参議院の話なんですけども、私も今大学で憲法を勉強してるんですが、実際の運用として参議院というのが憲法の明文としては衆議院の優越を謳っているにもかかわらず、参議院の方がかなり拒否権が強いという問題があるかなということを思ってまして、例えばその具体的な解決策として、最近あった話としてあるかなと思った議論が、今年の初めに検察庁 の問題があったと思うんですけど、アメリカの上院のようなものを見習って、例えば参議院にそういう人事権を与えるみたいな、そういう話もあるかなと思うんですけど、どういうその点どういう議論がなされているのかなというところをまず1点質問したいのと、あともう1点がその衆議院の解散の問題でして、結構その制限すべきだという立場と、いや自由にやっていいんだという立場が大きく分かれているかなと思うんですけども、私が思うところとしては、その大根切りの議論じゃなくて、あれは今の憲法を制定するときの議論なんですが、当時 の憲法担当大臣が解散というのはその内閣と議会が対立をして新しく衆議院を構成し直す必要があるときにやるものだという、そういう話をしていたのを研究の中で見つけたんですけども、そういったところを参考にしながら、例えば解散を縛ったところで、例えば今までみたいに選挙というのは自民党が勝つゲームみたいな、そういう感じだとやっても意味がないと思うので、そういう選挙制度の設計とか政党の議論とかも合わせた議論というのが必要かなと思うんですけども、この点どういうふうな考えがあるのかというのを先生とか議員の方から聞きたいなと思います。以上です。はい、ありがとうございました。じゃあ続いて、はい、今野上着の、はい、方お願いします。ちょっと
前回か前々回ぐらいに、まあ、あの三権分立のお話されてたと思うんですけど、で私はもう日本とか、まあ、EU を含めてですね、決められない政治とか、あのそのことによって衰退していくことにかなりの危機感を持ってるんです。特に、まあ、あの昔であればあのそんなにのんびりできたんですけど、このスピード社会の中でですね、三権分立をねバランスよくやるっていう考え方自体が私はおかしいんじゃないかなと。あのもちろんですね、あの理想的なことを考えればそういうものがいいのかもしれませんけど、そこは崩して、まあ、行政を優先するのが私はいいのかなと。それに含みまして、あの首相のですね権限を増やして、首相公選制を取り入れて権限を強化するっていう案はいかがかなという点とですね、あと先ほどあのドイツの方、その憲法裁判所の方の権限というか実際症例がたくさんあるということなんですけど、そういうことによって、ドイツの方のですね、あの本当にいい方向に行く症例が出ればいいんですけど、それが足かせになってしまうんじゃないかなということを、危惧してますね。まあ、その2点ですかね。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。先生の方からよろしいですか。はい、ありがとうございます。じゃあ順番に、できるだけ手短にお答えしたいと思いますが、第一にそのご質問いただいた方のまず参議院の問題、参議院の権限の問題ですね。おっしゃるようにその参議院にあの同意人事内閣であったり高級官僚であったり裁判官のについて同意権を認めるという憲法改正、あるいはそういう上院の機能というのはあの各国で見られるところですし、非常にあの有力な改正論案だろうと思います。あの憲法改正によらずともできる部分もあるだろうと思います。でただその時に一つ考えなければいけないのは、事実上その場合には参議院というのは統治に関する責任を政府と分有しないと機能しないということになるだろうと思います。あのいわゆるねじれ国会の時の、 あのなんだろう、両院同意人事の問題考えれば分かると思うんです。でそうであるとすると、まあ、今のアメリカがそうですけれども、上院の多数派というものが大統領と同じか違うかというのは決定的に重要なポイントになるわけでありまして、そういうふうなことをしていくのがいいかどうかというのは後であの2番目の方がご質問された行政権の強化という問題と絡むんだろうと思います。あの連動させてお話しすれば、仮に首相公選制的な仕組みを取るのであれば、同時に参議院でその首相の手足になる人については同意権を認める、あの拒否権を持つような形に仕組むというのが一つのやり方かなというふうに思います。これが1点目です。で2点目はあの衆議院の解散をめぐる問題ですね。でこれについてはあの政治制度、選挙制度も含めた全体見通してやるかやらないかとか、解散の機能とかをが発揮できるように全体の像の中で考えなきゃいけないというのは全く同感です。でその上であのおっしゃったし政権議会で の, その政府側の説明の問題というのは、私おっしゃることは分かると同時に、あれやはり明治憲法下のいわゆる憲政の情動の問題運用を念頭に置いているところが大きかったかなと思います。つまり与党が衆議院で多数派なんだけれども、しかしそこで何か失勢があったといって辞めるというときに、野党第一党の野党の党首を元老が総理大臣に推薦して天皇が任命するわけですね。しかしそうすると議会で半分持ってないわけですので、しかるべきタイミングで解散をさせて、それで、まあ、例えば政友会が多数だった衆議院を民政党が次に多数を取るとか、またその逆をやるというふうな、あの与野党の間でそういう政権交代があるということが前提であって、しかもそれを媒介する人が誰かいるということが前提であって、今の日本 の, あの衆議院のシステムだとなかなかそういうふうには機能しないかなという、あの国会で議論されたようにうまくいかないのかなというふうにちょっと思っているところがあります。というのがお答えです。で次にあの2番目の方からご質問いただいたことですけれども、あの三権分立だと意思決定に時間がかかるんではないかと、でむしろ行政権優位の方がいいんではないかと
というご指摘でですが、私自身はそういう側面もあるけれども、むしろそれはアクセルとブレーキを両方きちんと作る問題じゃないかなというふうに思っています。で、今の日本の司法だと一個争いが始まってから最高裁判所まで行くまでに何年もかかるとかいう話であるわけですけれども、例えばアメリカにおいて非常に強い行政権が少なくとも外交とか防衛についてあるわけですけれども、同時にものすごいスピードで連邦最高裁判所に行って判断が下るという仕組みで司法手続きがまたあるわけです。で、なればこそ強い行政強い司法で構わないわけです。で、日本の今のように司法にうんと長い時間がかかって、しかも司法裁判所が判断しないと最後安定しないということであるとすると、それは時間かかりすぎるんじゃないかなというふうに思います。ですから、そこの全体を見ながらその行政権をどこまで強くし、また行政権を強くすることによだけでいいのか、議会がちんとコントロールするのか、司法の強化して司法も早く決定できるようにするのかとか、もう少し我々は柔軟に広く構えてものを考えることがいいのではないかというふうに私自身は思っているということです。で、それから首相公選制を取ると何が起きるか問題っていうのがよく議論されることがありまして、一つには首相公選制を取ると国民投票で首相が選ばれる分、議会が多数を作って総理を支えるためにまとまる必要がなくなるんです。だからどちらかというと首相公選制を取ると議会が小党分立になってかえって法律が通らなくなって内閣が倒れるっていうことがよくあるというのがよく比較政治上言われるところです。いや、そうじゃなくて政治文化的にしっかり与党がまとまって一人の首相を国民投票で選ばれた人を支えるんだというふうな政治文化であればいいですけれども、そうでないとかえって実は弱くなってしまうと。で、むしろそれをやるんだったら一気に踏み込んで大統領制を取って、議会がバラバラでも大統領は大統領令でいろんなことがやれるというふうにデザインした方がいい場合ってもあるわけです。そういった中で考えることかなというふうに思っております。これで、ご質問いただいたこと全部なってますか。ドイツの形です。ドイツの話、失礼しました、ありがとうございます。で、ドイツの連邦憲法裁判所の評価って人によって分かれると思うんですけれども、短期的にはやっぱり政権にとってブレーキを踏むとか意思決定を阻害するってことあると思うんですが、むしろ超中長期的に見ると安定した政治体制を作ることに貢献してきたという評価が、おそらく私の見るところそういうことかなと思います。で、もちろん短期的にはいろいろなことを阻害するってことは条約の関係だったり防衛の関係だったり、いろんな局面であったり、かえって心を二分するようなことというものがイデオロギー的なことについて憲法裁判所がやってきたことがなかったとは言いませんけれども、70年見てみると全体として見ると安定化作用を果たしたなというふうに思います。しかしこれも憲法裁判所がついに安定化作用を果たすということではなくて、広い意味での政治文化とかどういうふうに作るかということとの相互作用があって、それはかなり慎重な議論が必要だろうと思っています。大事な、論点を提示していただいてありがとうございました。はい、他の方どうぞ、はい、手を挙げてください。じゃあまず、はい、そちらの方と、はい、メガネを、上にされている方、お二人からいただこうと思います。貴重なご講演と貴重な機会を作っていただきましてどうもありがとうございました。憲法裁判所についてお聞きしたいんですけれども、意見審査制、日本の意見審査制が機能していない理由として、先ほど先生統治行為論があって、政治の法としての憲法が機能していない理由と、意見審査制が機能していない統治行為論があるからということを挙げられていらっしゃったと思うんですけれども、統治行為論に限らず、そうしたその意見審査制がまさに機能するようになるためには裁判所の態度で要は変わっていくような、そういったスタンスのところが変われば、それは意見審査制機能するというふうにお考えなのかというところが一つと、あとはその統治行為論が自体を仮に問題とするとすると、確立された最高裁判例だとは思うんですけれども、それに対して制度的に憲法を変えて、統治行為論的なものは取らせないような形にするという必要があるのか、それを具体的に制度的にどういった手当てをする必要があるのかという、この2点について教えていただきたいと思います。はい、ありがとうございます。私も聞きたいところでした、ありがとうございます。はい、どうぞ。一般参加の大野と申します、よろしくお願いします。今日2回目の参加になるんですが、まずこの勉強会に参加して、法学者に対する私の見方というのがかなり変わってまして、どうしてもですね、現日本国憲法において、
例えば軍隊、自衛隊は違憲ですか合憲ですかっていうと皆さんが結構違憲だと言われる。で、じゃあ改正が必要ですかっていうその後の話は出てこないんですね。なんですけど勉強会で出てくると皆さん変えた方がいいんじゃないかとかこういう問題っていうのが結構あるっていうのが非常に分かってですね、もしかしたらこれはマスコミによる私たちが洗脳されてるのかなっていうような気もあります。っていうのがまずその法学者の仲間で学会なので実際にその憲法改正論議っていうのがどうなってるかっていうのをちょっとお聞かせいただければと思います。で、2つ目はこれはあの立法府やはり国会の先生方に対してもう少しですね、議員立法でもいいんですがもう少ししっかりとですね、厳しい罰則とかそういったことを設けるべきだと思います。というのはあのすいません痛い話になるかもしれないんですが前回の衆議院選挙で私は希望の党に期待をして投票を一票入れました。ただその後どうなったかといえば分裂し、分かれまた合併するかと思ったらまた2つに分かれてとか結局ですね国民の信を通ってないんですね。だから国会の先生方の、自分が残るためのようなことがあってはならない。だから明確に今では認められているので山本先生がこちらに打ってこられたことは非常に歓迎いたしますがあの本来当選党以外での党を変わったり合併などについては議員辞職をして国民の信を問うというのがあの必要かと思います。で、そういったことで国会の先生方を国民が信じられることによって国民の代表として憲法などの話をしていただく憲法審査会などをやっていただくってことがあの認められるんだと思いますしまた国民の代表たる国会議員の憲法審査会が3分の2の、同意がなければ、国民投票にさえ移れないっていうのはこれは国会の先生たちが責任を持ちすぎていると思ってます。もうちょっとですね 50-50 でいいと思うんです。国民に最終的には判断を委ねるというのが代表の方先生方で議論をしていただいて必要かどうかは国民に信を問うという形があればいいのかと思っています。以上です。ありがとうございました。私も無所属で通ってはいるんですけどこうやって歓迎すると言っていただいて大変嬉しく思っております。ありがとうございます。二方ともまた改めてとっても重要なご示唆をいただいたと思いますが先生の方からよろしいでしょうか。はい、まず1点お一人目からのご質問です。その統治行為論関連で2つともご質問なわけですけれども1つは違憲審査制が運用が良くなっていくためにどうしたらいいかということなんですけれどもこれも私が答えを持っているわけなくてこういう点を議論していただきたいということを皆さんで考えていただきたいということを申し上げたいと思います。で、一つは基本的に日本の裁判所だけでなくて日本の法律家全体が基本的に民刑事の頭でできていて私みたいに憲法しかできない人間というのはもうどうしようもないわけですけれどもしかしその民刑事の頭で憲法を考えようとすると政治の法としての憲法の特性というのは合わないということです。でしかしここは例えば行政裁判とかがかなり最近こう分厚くなってきていわばこう一般の法律家の中でも公法公権力の適正な行使と適正なコントロールということについて普通の法律家の頭っていうのが慣れてきている部分というのがあるわけです。でそうだとするとそういった優れた民刑事の法律家である方が同時に憲法についても適正な判断をするということでありもともと付随的審査制が機能する前提ってそれだと思うんです。そうやって法律家がみんながあるいは法律家の優れた人っていうのは憲法についても鋭いセンスを持っているという状況であれば別に憲法裁判所で特別な憲法に専門の人たちだけ集めてやるって必要はなくなるわけです。でしたがって法律今の日本の法律家をどう評価するかという問題が一つはあると思います。もう一点言えば
違憲審査制曲がりなりに70年ちょっと運用してきて、まあ、ある種の独自の日本の違憲審査制の発展というのは遂げてきて、違憲判決も少しずつ溜まってきたという中で、これをこのまま放っておいた方があと何十年かしたらさらにうまくいくというふうに考えるのか、やっぱり結局何十年やってもこの程度だからやっぱり制度的に変えなきゃいけないんじゃないかというふうな話に、そこを我々はちゃんとそういう議論をすべきだと思っているということです。で、あの2つ目の制度的手当ということについても、基本的には今のようなところで尽きてるんだろうというふうに思いますけれども、私例えば統治行為論なんかについてもですね、別に何か法令で噛めなくてもですね、例えば何らかの政治的なメッセージを政治がきっちり送るっていうことだと私はあると思うんですね。司法制度改革で違憲審査権に手を触れたわけではないですけど、最高裁もっと頑張れみたいな、法の支配を貫徹するために頑張れというようなメッセージが政治行政全体から送られたことによって、少なくとも先ほど言った行政裁判とかがうまく回るようになったってことってあるわけですよね。やっぱりそれはみんなが期待してるんだというメッセージを送るということも一つ重要ではないかと思いますし、そこなしで例えば統治行為論やめろと言われると、裁判所は政治の帰結をとにかく全部合憲って言いなさいっていうふうに言われてるのかなと思っちゃうという部分あると思うんです。そこら辺は我々は何を本当に期待しているのかと、でどういうメッセージをどういうやり方で送るのかという問題だろうと思っています。それから2点目、ご質問というかご意見を2点いただきました。で1点目はですね、その憲法学者が憲法改正論議についてどうというお話なんですが、これはですね、私自身改憲派であるとも合憲派であるとも思ってないんですが、プラクティカルな立場だろうと自分では思っているのですが、そういった人が増えているだろうということは一点申し上げられるだろうと思います。でそれからもう一点ですね、やっぱりこれは憲法学者に対してなんていうか、メディアの改憲勢力に対する像の作り方もあれば、合憲勢力とかと言われる人たち、あるいは憲法学者に対する像の作り方の問題というのも私は両方あるというふうに思っています。これはフェアに言ってそうだろうというふうに思います。でそれについては小論しませんが、私がこういう、あるいは私の世代の人間がこういう前に出てきていろんな議論をするというのはどういう趣旨かと言いますと、仮に憲法を変えないで守るんだという時にも、正しく守るためにはそもそも憲法ってのはどういう文法でできていて、どうやって運用されるのかということをしっかりお伝えしていなければ、字面だけ残っても結局憲法の精神を蹂躙されるわけですね。で逆に憲法の文法を正しく理解した上で、真に やるべきこと、そして国民的な合意ができたことということについて憲法改正をするということは、それはまさに憲法が前提とする立憲主義や民主主義の観点から見ていいことであるわけです。でしばしば憲法をめぐる論議が、そういったある種の憲法をめぐる文法というものがどうも正しく理解されないまま、改正賛成だ反対だという議論になっているのではないかというふうに、まあ、やや僭越ですが学者としては思うところがあり、でそしてそれについては文法を噛み砕いて、あるいは改憲派であれ合憲派であれ、あるいはいろんな憲法について関心がある人であれない人であれ、しかし文法を愚直にこういうことで、その前提で皆さん考えてください、私もこの問題には賛成反対があります、あなたも賛成反対があるでしょうというふうなことを議論するということを、しかしそれは文法を伝える側の人間としての責任があるだろうと思って、こういう場でこういう話をしているということはご理解をいただきたいと思いますし、私おそらくここに出てきた他の憲法の研究者も多分表現は違うと思いますが、同じようなことを考えているだろうと思います。で2点目のですね、憲法改正を含めて、その国会とそれからその国民のいわば権限分配の問題を多分提起されたというふうに専門的に言えるかと思います。でそうだとするとという話なんですが、例えばですが国民が本来物事を決めるべきだということであるとすると、憲法改正これだけではなくて、まあ、例えば日米安保についてとか NHK 受信料についてとか、なんとかいろんなことについて、むしろ本来国民投票にかけるべきじゃないのかと、でどこまでが国民投票にかけて、どこまでが代表者による国会に議論に委ねるのかと、でそして直接民主制に任せるといいものと、やっぱり悪いものが経験的にあることははっきりしているわけです。そこの線引きをまず先に、どこまで我々は直接決定したいのか、どこまで国民代表者の議論に委ねないのか、どこまでを代表者の議論かける自分たちの決定に掛け合わせるのかということについての、やっぱり整理を行って、その上で憲法がどこに位置づけられるかという議論で本来私はあるべきだろうというふうに思います。で議会がこうやってどんどんスキップされていくというのは、ある意味では広い意味での民主主義の進化の
流れの部分もあるわけですけれども、往々にしてそれがなんていうか大統領独裁みたいなことになってきたという歴史的な経験もあるところで、やっぱり議会がある程度の役割を果たすということは民主主義社会においてはこれは必然だろうと思います。ただそこが止めているように見えるというのはちょっと先生方の前で申し上げにくいことではありますが、民意をうまく吸収したり反映したりできてないという代表の側の問題が一つあり、もう一つはやっぱり有権者自身が問題であって、やっぱり参加が足りない、代表者が怖くないんです。代表者から見て有権者が怖くないからそういうことをやると、 ご不満のような点はです。なればこそ参加をして、例えば何か自分がなんでこの法案にはあなたに投票したのに賛成してくれないんですかというふうなことをしかるべきやり方で普段の代表者の任期中も伝えるとかですね、そういう参加の権限というのは日本国憲法は請願権である表現の自由で分厚く保守しているはずなんですよ。しかしそういうことを政治的なコミュニケーションを我々自身が取ること自体が何かよからぬことだというふうにどこかで我々後ろめたいというふうに思っているからこそ、逆に議員に過剰な期待をし裏切られたと我々思う部分ってあるわけですよ。で先ほど私が国民の間の政治コミュニケーションの保障というのが立憲主義において極めて重要だと申し上げたのはそこでありまして、もっと広く政治的な論議というものがお互いにフェアに議論ができるという状況を作るということが非常に大事だろうと私は思っています。はい、どうもありがとうございます。はい、その他どうぞ。はい、じゃあ今お三方手が上がりましたので、順番に三方からご質問を伺いたいと思います。はい、指導先生どうもありがとうございました。国際キリスト教大学で行政法を担当しております寺田と申します。憲法裁判所の話のところなんですけれども、おそらくその2つぐらい段階があると思っておりまして、その、統治行為論を、その見直すべきだっていうところは現状のまま一応その付随的意見審査制のままその統治行為論を見直すっていう段階のもの段階の一応考えと、それからもっともうこれは仮にですけれども抽象的意見審査制をその認めて憲法裁判所みたいなものをどういう形にしろ作るとした時のことがあると思うんですけれども、どちらにしろその抽象的意見審査制を認めるようなその憲法裁判所を作る、もしくはその統治行為論を見直して現在 その、一応付随的意見審査制のまま活性化させるっていう、そのどちらにしろやはりその消極的立法作用を最高裁が、最高裁もしくは最高裁の一部が追ってしまうっていうことにはなってしまうと思うんです。特にそれでちょっと確認なんですけれども、その現状のまま改革するとした場合、志尾先生としては、一応そのぐらいは、最高裁が担っ最高裁もしくは最高裁の中にあるその意見審査機能が担って立法府、憲法41条で、一応 最高 の立法府であるというふうに定められているその機関に対しても言うべきだと思っておられるのか。でもう一つその2つ目なんですけれども、本当にその抽象的意見審査制みたいなものが憲法裁判所でできた場合に、もちろんそのドイツは機能しているかもしれませんけれども、かなりなんかこうバンバンとその本当にいっぱいいろいろ立法してしまう可能、消極的にというか積極的に立法してしまう可能性があると思います。その際に例えば最高裁判所その憲法裁判所の裁判官をどういうふうに選ぶべきなのか、例えば現在の国民審査だと、もうおそらくその選ばれてから1回だけですけれども、それを3年に1回にするとか、もしくはその何らかの形でその裁判官を、民意を反映した形で選ぶのかとか、そういったその2つ目 の本当の意味で その憲法裁判所ができた際の何らかの形 の手当みたいな部分について何かお考えがあればお聞かせください。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。もう一方、こちらで、はい、前の方、はい。今日はどうもありがとうございます。埼玉の川越から来ました佐藤です。よろしくお願いします。訴求法に関する質問です。例えば、自衛隊のように違憲である疑いがある、こういう違憲の組織かもしれないものを先に既成事実として作っておいて、それで学者の皆さんがほとんどの
多くの学者の皆さんが違憲の可能性がありますというそういうことがあるので、違憲でなくするために条文に自衛隊を加えようだとか、その先に既成事実を作ってから訴求して憲法改正の議論をするっていう人がいらっしゃるようですけども、そのことに関してそれは正しいあり方なのか、そんなことやって既成事実を先に作ってしまってから、憲法改正の議論をするっていうことの、まあ、正当性について先生がどのように感じていらっしゃるのか教えていただきたいです。お願いします。はい、ありがとうございます。あれですよね、自衛隊加憲論は違憲の疑いをこう訴求的に払拭するんですかっていうようなお話でね、皆さんも気になっているところだと思います。はい、どうぞ。先生ありがとうございました。2つ質問があるんですけれども、1つ目はですね、例えば今の学術会議であるとか検察庁法の問題の問題構造として結構似ているところがあると思っていて、まあ、問題の構造として3層構造ぐらいになっていて、こう政治的な説明責任みたいな問題と、それぞれ検察庁法とか日本学術会議法という、まあ、法解釈の、まあ、解釈適用の問題と、もう一つですね、3つ目に、なしで喋っても大丈夫ですか。たとえその解釈適用が違憲違法だったとしても、やっぱそれを争う術が、まあ、直接的にはないっていう問題が一番大きな問題だと私は思っているんですけども、こういうその国家機関間のですね、なんていうかその法解釈の法解釈及び適用に関する違憲違法を争うときに、この先生の憲法裁判所構想についてという図でいくと、まあ、もしかすると機関訴訟に当たるのかもしれませんが、こういうものをやっぱり違憲違法と争うときにですね、やっぱ憲法改正をして憲法裁判所なり抽象的違憲審査を導入しないと無理なのか、それとも法律レベルで何かそういうものを争う制度を創設することが現行憲法上可能なのかということをお聞きしたいのはまず1点目です。2点目、ちょっとテクニカルなことかもしれないんですが、民刑事に侵されているのを持っているのかもしれないんですけども、刑事民事はやっぱりその執行っていうその担保されていると思うんですね、実効性がですね。ただ憲法に関しては違憲判決が例えば出た時でも、じゃあ臨時国会をが開かないのはじゃあ違憲ですという判断が出たとしてもですね、それを執行するってどうやってやるんだっていうことで、例えばその形成判決みたいにですね、民事の例えば何月何日、原告と被告は離婚するでもそれでそこでも法の効果が発生するみたいな、それ例えば何月何日国会が開くみたいな判決が可能なのかないし、外国でそういう事例が、そういうその制度って取ってるところがあるのかっていうところと、逆に具体的なその執行手続きみたいなことが例えばあるのであれば、制度設計として教えていただきたいなというのが2点目です。以上です。はい、ありがとうございます。ちょっと3人の方続けてなりましたけど、先生お願いいたします。ですね、手短にそれぞれお答えしたいと思います。ちょっとさっき今の発言はなかったので、ですね、まず一番最初の方のその話は憲法裁判所が抽象的違憲審査を行うと消極的な立法裁量を営むことになるんじゃないかという話なんですが、それは付随的審査制の下でも基本的に同じ問題というのは当然あるわけですね。で、したがってむしろその憲法裁判所ないし違憲審査をめぐるときに、それが消極的立法裁量かどうかという議論って昔からある議論で、実際にはその何をそういう概念的にやってるかよりもどちらかというと積極的に社会秩序を裁判所が形成しようとしているのか、そうではなくて統制ないし強制の作用を営もうとしているのかと、いやいや定性的な言い方ですけれども、そこがやはり大きいのかなというふうな気がします。やはり民主主義国家においては形成というのは基本的には国民ないし国民に責任を持つ議会がやるということであり、しかし権利救済をきちんとやらなければいけないというときに必要に応じて代用的な立法作用を裁判所が営むということも、例えば国籍法違憲判決はそうだと思いますけれども、やっぱり否定されるべきでないというのが基本的な考え方だろうと思います。で、これに関連してですけれども、そのような強い憲法裁判所を作るんであれば、その憲法裁判所の裁判官について民主的な正当性が必要になるだろうというのはご指摘の通りです。ただその場合でも再任ができないようにするというやり方もあるわけですね。12年、ドイツだと12年任期とかそういうふうに1回だけというふうなやり方ありますけれども、まあ、いろいろなやり方がこれあるだろうと思います。
それからあの2人目のご質問はその訴求的な憲法改正ですよね。とにかく違憲の憲法現実を作ってから後でそれを何とかやるために何とかするためにあの憲法改正をするというのが望ましくないだろうと、一般論としては私その通りだろうと思います。でただやや難しいのはその真偽不明というか憲法違憲なのか合憲なのかそれ自体争いがあって後になって違憲というふうに例えば裁判所などによって判断がされたという場合に憲法改正をして直すかあるいはそれをもその事実を取り下げるかというのはこれは憲法改正裁判所と憲法改正の関係としてはあのよくある議論なんです。よく憲法裁判がスイッチャーだとよく鉄道のレールを切り替えるのが憲法裁判の仕事だと言われるのはそこであなたたちがやろうとしたことは法律でやっちゃったけど憲法改正でやらなきゃいけなかったことだよって教えてあげるのが憲法裁判の仕事だと。でそういうふうに考えるのが憲法違憲審査と民主主義を両立させる一つの考え方なんです。だから結果的にそういうことがあり得るということもは否定されるべきではないんではないかというふうに思っております。もちろん前から明々白々に違憲であることをまず突っ切った上でみんながもうしょうがないと思う諦めたところで憲法改正をするというようなことがあるのだとすればそれはやはりあの邪道というか憲法もそうですがやはり民主主義その国の民主主義の質がいつまでたっても上がらないということになるだろうと思います。あの一般論でのお答えで恐縮ですがそう思っております。でそれから最後に、いただいたご質問ですけれども、どうやったら決着つけられるのかということですけれども一つはですねあの勧告的意見という制度が考えられるわけですね。カナダの最高裁判所は付随的審査制の国ですけれども、勧告的意見の制度があってあれが日本で絶対やっちゃいけないのかどうかというのはもう少し私議論を詰めた方がいいような気がします。あの付随的審査制の建前だから当然できないんだと警察予備隊事件最高裁判決からできないんだという議論もあると思いますし、まあ、普通の憲法学者はやっぱりそういうふうに考えるだろうなと私も思いますけれども本当にあれやっちゃいけないのかなという気がするのが1点ともう1点は付随的審査制の下でも例えば仮の地位を定める仮処分の手続きを例えばああいう公務員の任命とかについてきちんと整備してあるとあるいは行政事件訴訟法の解釈でそれができるんであればあっという間に裁判所で判断してもらうことが可能ですよ、ね、そういうやり方も本来あることで司法全体を強化する中でその憲法裁判を事実上実現するということも本来あり得るんだろうというふうに思っております。でそれから最後のご質問の結局のところ憲法の番人は誰かというとこれはやっぱり民意であり国民であるというのはどんなに強力な憲法裁判所でも自らいわば強制的な憲法判決の執行はできないとどの国でもそうです。だから最終的には国民が世論がそれを支持するかどうかだろうと思うんです。で逆に言いますと裁判所の判決とりわけ違憲判決というのは当事者に対して以上に国民に向けて国民にとって分かりやすく憲法の精神から解き起こしてなぜこういう判決を自分たちが出すのかとなぜ国民はこの判決を支持しなければいけないのかという説得力があるものでなければいけないしそういう判決をかける人が憲法裁判をすべきだと私は思っています。どうもありがとうございました。時間に大体なってきたのでちょっと私からも一問質問させていただきもし船山さんからも質問があったらちょっと最後にあのまとめてお答えいただいてお開きにさせていただけるとありがたいなというふうに思います。ちょっと私 の, あの、データの関係であの先生には統治の方お話お願いしながらもあのデータのことはあのぜひあの先生にもあのお話ししていただきたいなと聞きたいなと思ってたのでちょっと最近気になっていること1点あのまあ、今私たちやはりあのデータ基本権っていうのが必要なんじゃないのなんていう話を第1回の山本先生の時からやっているんですけれどもあの今あのデジタル庁をきっかけに政府の側 の, あのまあ議論の中でおそらくあの民間の方の問題提起だとは思うんですけどあのデータの共同利用権っていうむしろその個人のデータ基本権とちょっとこう反するような話で場合によってはこう個人の同意の代わりにこう社会的な同意があれば
データをこう社会のために利活用していけるみたいなちょっと概念が提起されているのが気になっていて、まあ、もちろん制度設計細かいところは必ずしも0100ではないっていうのは分かりつつ、やはり先生の今日の話でやっぱりソサエティ 5.0 でその前提は個人の尊重ですというやっぱ前提に立つと、そこは基本的にはやはり個人の権利という形で土台を置く議論を憲法でもしていった方がいいだろうなと、そこを気をつけたいなっていう感想を持ってるんですけど、ちょっとその点先生のコメントをいただきたいなと、せっかくの機会なので、それが私から の質問でした。船山さんから何かあれば。いいです、はい、大丈夫です、大丈夫、はい、分かりました。じゃあすいません、もしかしたらもっと聞きたい人いたかもしれないけど、今日はこれで、あとは先生のコメントいただいて一旦お開きしたいと思います。ご質問ありがとうございます。データの共同利用権という提案が政府の会議でなされたということは私も承知しています。で、ですね、まず第一にそのデータをシェアすると、B2B であれ B2G であれ G2B、G2G であれ、まあ、いろんなレベルでデータをシェアして効率的な、そして人のその置かれている状況にかなった政策や行政であったり民間のサービスを供給するという意味で、データの共有とシェアというのは非常に重要な、今後のデータ駆動型社会を作っていく上で重要なことですというのがまず第一点です。でただそれをデータ共同利用権という言い方で言うことがいいかどうかというのが次の問題なんだろうと思うんですね。もともと現行の個人情報保護法であっても法令に根拠があれば公益的な目的で個人情報を使うことをいくらでもできるので、そんなに何かが変わっているわけではないというふうにまず思います。でそれを権というのは何かこうデータを自分、私の言い方だとデータ化されない自由、データからの自由みたいな言い方だと思うんですが、自分がデータにされたくない、あるいは自分のデータを勝手に使われたくないという人に対して、いやあなたのその意思決定はおかしいと言って潰す方向でデータ共同利用権というものが持ち出されているんだとすれば、それは極めて問題で、それはやっぱり法律に根拠を持ってきちんとした明確なガバナンスの下でやるべきだろうと思います。どうしても権利ベースでの、主観的な権利ベースでの語りというのは、私が決めたから正しいと、あるいはあなたが決めた、私も決めた、だから相打ちだと、多すぎて決めようみたいな方向に議論がなり打ちに、ね、なので、そうではなくて何があるべきデータの共同利用かと、でそれを実現するためにどういうふうにして、どういうリスクがあって、どういうふうな手続きを仕組んで嫌な人はできないようにするかとか、そういうふうなことを、まあ、例えばいわゆるマンション法と言われるような区分所有法なんかでもそういうふうに丁寧に仕組み作られてるわけですよ。そういったことを本来やるべきであって、ちょっと共同利用権っていうのは、まあ、やっぱ思いが走った議論で、まあ、法的な議論ではないというふうに私は思いますね。はい、ありがとうございました。今日は本当に国民民主党もこの国会内に、まあ考え方の提示をしたいと思う中で、今日こういったお話を一般の方とシェア、それこそしていくつかの論点を整理でき始めたことは素晴らしい財産だと思っております。宍戸先生、本当にありがとうございました。そして皆さんも本当にありがとうございました。オンラインで見ていただいた方も本当にありがとうございました。次回が、年内のこういった講師を招いて のオープン調査会はラストになります。今週の金曜日3時から5時、慶応の小山先生を招いて、社会的権力から個人を保護するためのアイデアということでお話をいただきます。まあ、今日も話になりましたけれども、まあ、もしかしたら国境を越えて国家よりも強い力を持ちつつあるグローバル企業から、まあ、日本国が日本国民を守るという視点も出てきているのではないかという、これも第1回から積み上げてきて皆さんとこんな問題意識も持ち始めましたし、あとこれよく言われるんですけど、憲法にとって一番大事な役割は国民が権力を統制することなんだけれども、一方で、国家像や社会像を提示をするという役割も果たしてもらってもいいんじゃないのという、ここの部分で玉木さんなんかはやはりね、食料の安定自給とか
ああいうことを、まあ、きちっと入れていきたいなということもずいぶん前から思いがありますので、そこの部分をこの小山先生にお話をいただいてというふうに思っております。ぜひまたご参加のほどよろしくお願いします。本日は本当にありがとうございました。宍戸先生ありがとうございました。